窃盗の被害に遭った商業施設です。午後9時を過ぎ、閉店を迎えましたが、施設の照明や街灯はついたままとなっています。ただ、施設の周辺は田んぼや閑静な住宅街となっていて、人通りや車通りは少なく感じます。事件が起きたのは昨日の午前0時ごろ。警察によりますと、伊豆の国市吉田のアピタ大人店に入る貴金属店から指輪や宝石など100点以上が盗まれました。被害総額は1000万円以上に上ると見られています。指輪などが保管されていた鍵のかかったケースは割られていたということです。地元住民は、いやびっくりしましたね。え、大変ですね、盗まれた方がね。私がもうここに60年ぐらい住んでますけど、そういうことはなかったですね。まさかこんな身近にね。だからね、普段の時もさね、自分家で気をつけなきゃね、自分の家もね。いや本当にね、田舎って言えば一応伊豆の国市にはなってますけど、人口もそんなに大きくない市ですから、やっぱりびっくりっていうのが本音ですね。店は営業終了後、異常を知らせる通報が警備会社に入って事件が発覚しました。防犯カメラには2人の不審な人物の姿が映っていたということです。またガラスを割るなどして侵入した形跡がないことから、警察は犯人が閉店前から店内に潜み、その後3階の非常口から駐車場に出て逃走したとみて2人の行方を追っています。